沖縄、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 うららゲイ、うららゲイ、うららゲイ、うららゲイ。今日のジョセリンはメイクしておりません。筋肉、お腹どうしたの？チェックしたい。チェック。お腹。お腹チェック。お腹チェック。お腹チェック。バイ。うどんを食べてしまいました。ギリギリになってしまいました。ヨセリンが少し怒ってました。もう乗らないところだった。もう少しで乗れないところでした。ホテルで一回泊まって、明日は宮古島に行きます。どうやって行く？どうやってホテル行く？何も考えてないです。 Thank you。 ねえ、メガネ落とすの今日？メガネ大事。バイ。なんとホテルのチェックインに間に合わなかったせい。ほら、今どんな気分？今からね、ホテルのね、担当者がね、わざわざ来てくれるそうです。電話してよかった。なんとかチェックインできました。いやー、よかった。めっちゃいい人だった。それでは、いただきます。普段はね、こんな夜遅くに絶対家でも飲まないんだけど、旅行なんで。うまっ。ジョセリンがタコわさびに初挑戦。さて、そのお味は？カロリーを見ています。いちいちカロリーを見ています。前は気持ち悪いとか言って見てたのに。おいしい？わさびが結構強いんだよ、タコわさびって。嘘。やばい。やばい。私はね、ちゃんと考えて買ってきてるんです。美味しいでしょ？めっちゃ甘く感じるでしょ？甘く。でもそれは砂糖じゃないからね。それは化学調味料。でも体には絶対悪い。しかし、太らなければ OK です。さよなら。 Good morning。 ほら、昨日はよく寝れた？ No。 今日はね、ビーチの浅瀬で魚を見てくるみたいな感じのコースですね。それでは、次のビーチへ移動だ。また口癖ショック。今日楽しみ。でもあんた、ジョセリン水怖いからちょっと不安ですね。ちょっと見てください、ゲイを見つけました。うららゲイ。綺麗じゃない？これ、これは、まあ、アラカイボの橋。アラカイボの橋、これはね。おーい、cuando voy a Maracaibo empieza a pasar el puente grande。 めっちゃ綺麗じゃん。東京の海とお家見て、透明度が違う。だって下の方青いじゃん。ベネズエラの海の方が綺麗。私泳げない。泳げないけど、ビーチボート、ビーチボート体験行きます。レッツゴー。
めっちゃできたじゃん。バッチリ潜れたじゃん。どうだった？今ね、スキューバビーチダイビング終わって、今からご飯食べます。ジョセリンね、マジで水嫌いだったんだけど、もうなんか最後らへんはもうダイバーさんなしで普通に一人で潜ってた。すめどうだった？楽しかった？で最初はふざけなふざけな、無理無理無理。イエス、めっちゃ怒ってた。もう帰るからねって言ってたから、もう帰るからねって言ってたんだけど、うん、なんか頑張ったよね。いいね、楽しかった。ニモがいたね、ニモ。ニモとドリ。ニモとドリもいた？イエス。ジョセリンがトイレ行ったので、食中毒で、苦しんでるドッキリやりたいと思います。もういいわ、こっちのセリフだよ。じゃあ行くか。なんか水曜日で今日定休日の店がありすぎて、ジョイフルっていう普通のファミレスに来ました。どうですか気分は？最悪。最悪というか、でもヘルシーなご飯食べてますね。これとで、これはソーキそばと、まあ一応ね、なんか沖縄っぽい、沖縄っぽいもの食べて、でこの後ね、ジェラート食べたいと思います。でジェラート屋に来ました。なんだ、リッコジェラート、ヨーグルト、めっちゃヨーグルト。絶対言うと思う。シナモンチン、シナモンチンスコーね、うん、おいしい？10点。10点。じゃあパリパリチョコ。はい。ヨーグルト。お、おいしいおいしい。めっちゃ爽やか。ちゃんとヨーグルト。うん。チンスコーンもおいしい。うん。バニラもおいしいじゃん。はい、ということで、宮古島の、ここはゲストハウスです。嘘です。はい、ということでね、まあリゾートホテルじゃないんだけど、なんかマンション的なとこかな、これは。マンションの一室みたいな、めっちゃ綺麗だよね。やばいよね、そんな高くなかったんだよ。でも私たちの家より綺麗とか言うと、で、キッチンもある。やばくない？やばい、めっちゃ綺麗じゃん。まあ1階なんだけどね、1階だからここ海は見えないということで、今日ここにね泊まろうと思います。めっちゃいい、思ったより良かった。見て、そう、カップラーメン、それサービスよ。無料無料無料で食べてください。だってスナックとかも、え、見て、チンスコークッキー、かきの種、は？いきなり食ってんじゃねえか。うん、何それ、チンスコークッキー、めっちゃ美味しい、これ。あとね、もう一個あります。何や、もう一個あとね、冷蔵庫の中にほら、オリオンビールと水、これもサービス、よくない？これも無料よ。ビール何？これの10個ぐらいいる。そう、もう一回海行きます。もう一回海行って普通にフリーで遊びたいと思います。なんで柿の種はさ、東京でも食べれる、てかどこでも食べれる。さよなら。さあ今から砂山ビーチに行きます。やべ、ヘビヘビヘビ、やべやべ、もう海行かなきゃ。
見てこれめっちゃ綺麗よ。危ない。獣のスタンダルだった。綺麗、綺麗じゃない。おい、すごい綺麗。出てきた友達。ほら、あ、おお。すごい。あ。一回で来ちゃった。はい、友達ね。どういう上がり方？めっちゃ綺麗じゃないここ。怖い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 。逆立ちで歩きます海を。オッケー、行くよ。ノーノーノー、やめなさい。行きます、レッツゴー。早くね。これハートみたい。来たね、ハート。ハート捨てないで。ハートは？ジョセリン、ユージ、ラブ。あんたの手、ここにパッて入れて。オッケー。あっ、痛い。痛い、もうめっちゃ痛いんだけど。バカじゃない、本当に。ブレシーレ来ました。美味しそうじゃない？東京と同じ？同じだ。喧嘩してたんだけど、何だったのあれ。最後はなんか死ねって言ってね、死ねって言ってこうやってたよね。すごい事件。あんたはアイスが夢中だ。美味しい？美味しい、うん、これはね、紅芋と塩アイスにしました。いや、めっちゃ美味しい。うん、チャーハンです。Thank you.